ワーナーミュージックライフ TV の時間がまたやってまいりました。今回はイタリアその2でございます。今日も池田さんに来ていただいております。どうも。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。イタリアといえば、そうですね、私の世代はですね、もうこの人を置いてはいないんですが、はい、日本で、最も愛された、カンツォーネシンガー、ジローラ・チンクエッティの、5枚組神ジャケボックス、ね、おー、大きく出ましたね、はい、なんか私のイメージだと彼女は、まあ、ベスト版はねずっと出てるんですが、はい、それ以外のものあんまり出てなかったような気がするんですが。そうなんですね。ですから、うん、あの結構、うん、熱心なカンツォーネのファンの方から、はあはあ、オーラ、ジローラ・チンクエッティのアルバムを、うんうん、なんとか出してほしいという、あ、オリジナルアルバムをね、はい、ベスト版だけじゃなくてね、はい、はあはあ、でこれはなぜかと申しますと、うん、あのイタリア版もあまり出てなくてですね。あ、そうなんですか。はい、向こうは編集版はもうあまたのごとく出ているんですけど、うんうんうん、オリジナルアルバムを丁寧に復刻したというのはですね、実はあまりであの出てないんですよね。本国ですら、はい、はあ、ですから輸入版でもあの入手できないものですから、うん、まあそういった要望がですね、うん、特に熱心なファンの方で、うん、まあ、同世代でリアルタイムで聴いてた方には、うん、まあそういった希望が多いわけですよね。それならばということで、はい、でこの5枚どころかもっといっぱい出てるわけですよね。そうですよね。このいわゆる旋盤の基準っていうのは、はい、まあ特にですね、日本で、うん、発売された順に、うん、あの出そうということで最初考えましたんですけど、うんうんうん、その他にですねちょっと珍しいもの、はい、あの用意いたしまして、それがまあこちらのですね、ジローラ・チンクエッティのリサイタル・イン・ジャパン、ライブアルバムですね。へえ、日本のライブ。はい、日本でのライブですね。だから日本でのライブといえばあのディープ・パープルのライブ・イン・ジャパンだけじゃないと、 はい、こうやって日本で撮ったものがあのアーティストのカタログとして、うん、まあ、世界中に発売されたっていうのは、うん、むしろパープルよりチンクエッティ、うん、オーラの方が先です。ほう、はい、でこれもですねあのつい、今年の初めまではですね、うん、日本版しか出てなかったんですけど、うん、本国でもまた発売になりまして、本国でも、はい、また話題になっております。これ知ってます。これファーストですよね。はい、若いですね。16歳ですもんね。そうですね、まあ、あのサンレモ音楽祭に、うん、まあ、初出場、16歳の時にそれ初出場で、初優勝という、史上最年少で初優勝という記録を作りましてですね。16歳 で、はい、でしかも同じ年のユーロビジョンコンテストにもイタリア代表として出場して、そこでも優勝と、2冠。しかもユーロビジョンコンテストでイタリア代表が、優勝したのっていうのは実は史上初で、彼女が最初。そうなんですか。ですからイタリア、サンレモ音楽祭で優勝してイタリア国内で注目を浴びた彼女が、そのまますぐにですね、ヨーロッパ中のあの注目を浴びたという、一挙にあの一夜にしてスター誕生という、まさにシンデレラストーリーですよね。なるほどね。あ、そうなんですか、はい、でその時の様子が日本にもテレビでリアルタイムで毎年中継されてまして、日本にもですねジローラ・チンクエッティのファンがたくさん生まれまして、それで何回も日本に来てくれたんですね。そうですね。じゃあここで1曲、はい、こんだけあるんですが、選曲困るんですが、これはという曲をちょっと紹介していただければと思います。はい、実はこの、ボックスセットの目玉でもあります、うん、世界初 CD 化、ジローラ・チンクエッティ日本語で歌う、これの中からですね、雨の日本語バージョンをお聴きください。あ、今やもう有名な雨の、はい、日本語で歌ってる、はい、はー、これ聴いてみたいですね。じゃ聴いてください、ジローラ・チンクエッティで雨、日本語バージョンです。あなたの腕の中でエメラルドの素敵な海を引いたの。いつまでもいつまでも二人の恋に生きてゆく。Oh
見つめ合い微笑むのは二人のためにだけね。青い空の大きな愛があるから、いつまでもいつまでもあなたのそばを離れない。ギリはチンクエッティ雨、日本語バージョン聞いていただきました。じゃあこれはどこで買えるんでしょうか。はい、こちらに出ておりますワーナーミュージックダイレクトで絶賛発売中ですね。でもこれはあれですね、日本語 の歌詞とか、はい、そうですね、大役とかバッチリ載ってますね。はい、バッチリ載っております。歌詞、大役、そして、まあ、年表からですね、あの解説まで全部入っておりまして、なんと2冊に入ってなっております。なぜ2冊かと言いますとですね、まあ、そのリアルタイムの世代の方に向けてですね、非常にあの級数の大きな文字が大きい文字が大きく読みやすいブックレットになってますね。で文字が大きいので、あの必然的にですページ数が多くなってしまいまして、一冊で収まりきれなくなっております。いいですね、こういうですね、はい、あのそういう細やかな、はい、ですね、心遣い嬉しいわけでございます。ジリュアチンクエッティ5枚組紹介いたしました。